皆さんこんにちは、手芸大好きアスカルです。今回は巾着にもなるトートバッグをほぼ100均の材料でパッチワークして作っていきます。フェイクレザーを使っているのでこれからの季節に合わせやすいです。こちら縦の長さが33センチ、横が33センチ、そしてマチが7センチになってます。中には iPhone もすっぽりと収まる内ポケットをつけてみました。このように巾着の部分を引っ張ると入り口の大きさを調節できます。今回は2パターン作ってみました。作り方はこちらで説明しますが、右側の方がいいという方は最後に寸法を載せるのでそちらをご覧ください。こちらは小さなサイズで作ってみました。縦23センチ、横23センチ、そしてマチが5センチになってます。タグをつける場所を変えたりバッグの大きさを変えたりと、こちらを参考にお好みでアレンジして作ってみてください。それでは作っていきます。今回はフェイクレザー以外はダイソーさんの生地を使って作っています。内布と接着芯もダイソーさんで購入したものです。内ポケットはお好みでつけてください。巾着用のカラー紐もダイソーさんで購入しました。カラー紐の端は火で炙るかマニキュアなどで処理してください。火を使う時には十分気をつけてください。持ち手を半分に折りアイロンをかけます。さらに両端から真ん中に向かって折りアイロンをかけて整えます。端ミシンをかけます。次にこのように中表に合わせて縫い代1センチで縫います。もう一セットも同様に中表に合わせて縫い代1センチで縫っていきます。縫い代を割りアイロンで整えますが、フェイクレザーを使う場合はアイロンを当ててしまうと溶けてしまうので気をつけてください。次に表布に接着芯をアイロンで貼っていきます。タグをつける方は場所を決めてだいたいこのぐらいにつけるといいと思います。タグの周りを縫ってきました。次に持ち手をつけていきます。中心から左右に6センチずつ印をつけて、印が持ち手の内側になるように固定していきます。持ち手をつけるときにはねじれないように気をつけてください。持ち手を仮止めします。もう一個も同様に仮止めしていきます。次に表布を中表に合わせて固定します。この時に両方の境目を合わせるようにしてください。下側も同様に境目を合わせてクリップなどで固定します。このようにクリップで固定したら、上から4センチとさらに下に2センチのところに印をつけます。上から4センチ縫って2センチ開けて下に縫っていきます。反対側も同様に縫っていきます。最後に下を縫います。下部分は最後まで縫わずに1センチ開けて留めます。反対側も同様に縫ったら最後に下部分を縫っていきます。次に内ポケットを作っていきます。このように中表に折ります。
開いている方に返し口を7センチくらい開けますので、このように待ち針で印をつけます。縫い代1センチで縫います。次に角をこのように切っていきますが、縫い代は切らないように気をつけてください。アイロンで縫い代を割っていきます。返し口から表に返します。角の部分は中から指で押したり目打ちなどで整えてください。アイロンで整えていきます。上部分に 0.5 センチでステッチをかけます。内布の中心と内ポケットの中心に折り線をつけます。中心同士を合わせて上から8センチのところに固定していきます。周りを縫い代 0.5 センチで縫います。内布を中表に合わせて固定しますが、底の部分に返し口を12センチぐらい開けておいてください。縫い代1センチで返し口を開けて周りを縫っていきます。次にまちを作ります。縫い代を割りアイロンで整えます。縫い代を割ったらこのように底の部分を三角に折り、前と後ろの縫い代を合わせるようにしてください。このように定規を当てて7センチの線を引いたら、クリップなどで固定して線通りに縫っていきます。内布も同様に7センチの線を引いたら線通りに縫っていきます。このように縫ってきたら、縫い代1センチ残して角の部分をこのように切っていきます。内布を表に返したら、表布の中に内布を入れていきますが、その時に持ち手は中に入れておいてください。表布と内布の縫い代をこのように合わせてクリップで固定します。反対側もこのように縫い代同士を合わせてクリップで固定したら、周りを何箇所かクリップで固定しておきます。このように固定したら、周りを一周縫い代1センチで縫います。返し口から表に返します。表に返したら、返し口の布を内側に折り、端ミシンかけます。返し口を閉じたら、内布を表布の中に入れます。
周りをクリップで固定するときに表から内布が見えないように内布を 0.2 センチくらい下にして固定していきます。このようにクリップで固定したら周りに押さえのミシンをかけていきます。両脇に2センチ穴が開いているので上と下にステッチを入れていきます。上から3センチと5センチのところを縫います。このように縫い代が3センチになるようにテープを貼っておくと縫いやすいです。上から3センチの穴の上部分のところを縫ったら、今度は上から5センチの穴の下部分を縫っていきます。この時も同様に5センチのところに養生テープなどを貼っておくと縫いやすいです。両脇の穴から紐を通していきます。巾着紐の長さもお好みで調節してみてください。紐を通したらこのように2本一緒に縛っておいてください。反対側からもう1本紐を入れたら完成です。両脇にする布は 13cm×36cm が2枚ずつ。真ん中にする布は 14cm×36cm が2枚です。布をこのように中表にして縫い代 1cm で縫っていきます。反対側も同様に中表にして縫い代 1cm で縫います。もう一つのパターンも同様です。ここからの作り方は本編と同様です。